カレンさん、こんにちは。カレンジして今日はですね、この幻想コルネが再調整来たっていうことで、この子の性能紹介していきたいと思います。まず、ま、この子をリーダーにすると、スタミナ消費マイナス10%。まあ、そんな強くないからリーダーにしなくていいかな。で、今回この子、GS が強化されまして、軌道が飛燕ショットに変化しました。さらに、相手の得点が3ポイント以降は、相手が GS 返球時に強制ヒョロ玉になるっていう、これ何か打ち上げのことなのかなちょっとわかれへんけど。まあ、そんなになりますと。で、ま、常時見切り習得、打球、硬直無効、吐き抜き無効、で、スタミナのが 概念ががななくなって一部状態無無効効エアスマッシュ習得ダイレクトというものがありますで、まに GS が超新速ショットで、相手に20秒間パラライズ不要なので、相手が瞬間移動とかエアモードとか、まあ、そんなした時に、まあ、ビビビってなっちゃうやつですね。で、まあ、GS が1回復して40秒間特異状態。で、その特異状態中は、スインギラーが広がって、急速アップ、のクバ無効空中無効あと、まあ、スマッシュが新速スマッシュに変化しますんで、まあ、相手はロブレンしにくくなったんかなと思います。で、まあ、常時ですね、装備してるギアのスタミナ以外のパラメーターがプラス200% なのでまあサーブとかストロークが上がったら弾早くなったりとかまあダメージが上がったりするっていう感じですねでさらにですね特殊状態中装備しているギアのスピード値プラス1000%ということでエビはからクラしないとなるんちゃうから。でまあその代わりにですね一部除くパラメーター移動速度スインゲルの変化を受け付けないっていう感じになっているんでまあ靴とかで遊ぶことはできんのかなただまあめちゃくちゃ早いんちゃいますかねでまあ特殊状態中または2ポイント出場するか回生打球なのでまあ初手からってことですね初手から王水を召喚でこの王水はスマッシュと それ以外の異なる特殊ショ放つとでまあ2打球でエリアが縮小してしまうのでまあ2打球以上はあんまり返せないっていう感じになるんちゃうかなでまあ自身とオースイーの打球数が合計30に到達で以下効果発動ということでラケットの見た目がルグノスに変化え、押さない打球数は合計達成したら達成する前じゃなくてえー、これ何のためなんやろマイポイント開始に GS が1回復おそれは普通にいいですねでまぁ、あ、GS 打った時に SS ゲージプラス10%で次の3打球がオンザラインとなるということでえー、すごい 大将は通常だと言う、えー、と新足すまし新足すまし音頭とかだったら結構やばいような気がするんやけどまあとりあえずこれでですね、まあ、GS が更に強くなるっていう感じになっておりますということで今からこのコルネと戦っていきたいと思います。2>, 2分で知りたいことを解説するちょこっとしろ手にっとていうチャンネル作ったんでよかったら見てね。 1、はい、戦目やっていきたいなと思いますそうかこの子この視点かこれは結構いいですねとりあえず初手に関してはこの月見で戦っていこうかなと思います俺はこの子に絶大的な診断浮いてるからねあー普通に比炎強い <laughs> 大体色目のラケットなんであれですね SS 回転熱が上がるっちゅうやつですね で、ま、あそれが、ま、あワイポイント回復したりとか、あとあれですよね、SS 打った時も回復するんで、結構ま、あすごいテンポ感で、あの、パラライズかけることができるっていう感じになるんちゃうかなと思うんやけど、まあ、月見のこの攻撃力、あんま防がれへんのんちゃうかな。よいしょ、これで、はい、SS 取っていって、パラライズは普通にめんどくさいと。<laughs> よいしょ。やばい、やばい結構パラライズめんどくさいな。この凍、凍ってるというか、このなんか、ブルブルブルってなってる時に、ヒエンとか撃たれたらもうほぼ確実に失点するやん。で、これまた相いてすぐ S 打てるやろうから、 えパラライズ強くないなんか全然動かれへんねんけど <laughs> え。えなんか最近って靴とかラケットでパラライズもこうできたよな。そんなん戦闘。もうやばいレベルになってないこれ。な。うわー、武器さん後ろのこうもそんなんできるんか。よいしょ、もうこれで一回返して。で、ずーっとパラライズ食らってんねんけど、長くない ?10 秒とかじゃなかったっけ <laughs> 長いんやけど。はいさら、そろそろ今なくなっている状況なんで、まあ今から戦っていきたいなって感じやけど、あ手てもうすぐ多分また SS 打つんやろな。 よいしょ、危ない。まあ、エリアがね、まあ、月見結構広めなんでね、まあ、これで防御しつつ、ラッキーはいはいはい。まあ、これでもまあ、あれですよね、こういう感じで相手の方をこうやって戻ってくれたら、まあ、エリアが縦には長いんで、まあ、ほぼ隠れ取れるんちゃうかな。タイミングさ、あえばの話やけど。ほら、もう撃てるやばすぎ。いや <laughs>、普通に被縁の頃 GS、SO、をさ、ネット前から撃てるの強くないそれはちょっと、困ったな。よいしょ。はい、これで。 いや、パラライズ、え、まじ、パラライズ向こうにしたら、全然、あの、戦いそうな感じはするけどね。ただ、何で向こうにできたかを、俺は覚えてないから、あの、ぜひコメント欄とかで教えていただけたらな、と思います。やばいやばい。やばいやばいやばい。これは、ほんまにもう、月見はスライスだけですからね、打てるのね。<laughs> ただ、まあ、月見は割と、まあ、ま、天敵は多いんで、まあ、そこがちょっとネックではあるんやけど。え、軌道見えるキャラが多いからなぁ。まあ、そこはしょうがないねもうゴリ用していくしかない。テレシアとかもね、軌道見えるから結構敵にはなるんやけど、まあ、 2点ぐらいででご利用するんでね、まあ、割と使ってるんやけど入ってくる2戦目はですね僕がこの幻想コールで使っていきたいなと思いますちょっとこの視点がねちょっと慣れへんねんけどまあ、とりあえず、まあ、この GS っていきますドゥーン このギミック結構強いからね。これなんか、動き回るし、入れ歯するしっていうので結構強いんやけど、ヒエになったことによって GS だけで得点できてしまうかもしれない問題がちょっともったいないけどね。それ考えるとさっきの SS 回転数上がるラケットは、まあ、結構ありではありますよね。ただまあもちろん取ってくる相手も多くいるかなと思いますんで、まあそこはどうなるかっていう感じやけど。よいしょ。 で、まあ、二戦目に関してはですね、このテレシアと戦っていきたいなと思います。危なーい。あと、そうそう、あの、あのラケットとかめっちゃ強いと思うんやけど、コルネにあのラケットを持たしても比例に変わっちゃうんで、あれは持たせないようにしていただけるといいんじゃないかなと思います。これ打って、で、これでスマッシュがめっちゃ速いと。ドゥーン。そんな速くないかもしれない。<laughs> もう気持ちちょい速ぐらい。なんか二段階上昇とかのスピンの方が、スピンちゃうわ。スマッシュの方が速かったかも。え、ちょ、待って、なんでその取られへんのなんでその取られへんの <laughs> 微妙な場所取ってたからかな。王水のスインゲリア、今どこにあんのこれなんか後ろのあったら見えにくいな。これで、ふい。よいしょ。え、これってなんか、俺が偏見自在に動かすことできんのあ、ほんで、2階やったらもうそんな、あれな。肩幅ぐらいしかないのエリア。<laughs> もうこんなあれやな。多分抜けたときに、え、なんでそんななんかうまいこといかへんの <laughs> え、もしかして、テレシアってなんか、消し無効みたいなのついておったっけもしついてないとちょっとめんどくさいな。よいしょ。めんどくさいっていうか、もうどうしようもないやん、そうなってくると。 よいしょこっから SS ドカン打ってで相手パラライス食らってるからミスったなもうちょい前から打つべきやったなよいしょてかボレーもこれ加速ついてるやん普通にいいねはい普通にこのギミックが強いですとで30打球するとなんかオンザラインいっぱい出てくれんねやんなただ30打球でもうそろそろできててもいいんちゃうのだってもうあれやんな2回 SS 打ってるっていうことは多分まあ13打球ずつぐらいはしてる気がするからもうそろぼち30打球いっててもいいと思うんやけど GS 打たないとあれかオンザラインなれへんから SS をまたとりあえず打ったらもう絶対30だけはいってるはずやからちょっと球早はいこれ取ってくれると全然あれやなオースに向こうじゃないなよいしょこれで SS ドーンしてオッケーこっからのてかもう GS で決まっちゃいそうな感じや線でもないんやけど <laughs> よいしょドゥーンってやってこっからのスマッシュがオンザやった神うわー神 <laughs> そうか相手打ち上げさせることもできるから確定でオンザスマッシュ打てるっていうわけで、ね、これは強いな はい。という3戦目はですね、この深縁バイスが、ま、通用するのかっていうのを試していきたいなと思います。ま、なったってこの子はね、まあ、瞬間移動のキャラクターなんで、まあ、パラライズが苦手なわけですよ。ただ、ま、そんなに、まあ、あの、秒数が長いわけではないんで、まあ、どうにかなるかもしれないっていうので試していこうかなって感じですね。まあ、極限ショットも売ってるしね。まあ、それ以外はもうこうやって瞬間移動できたらも何でも取れますからね。多分、ま、パラライズ食らっても SS は取れると思うんですよ。瞬間移動でね。 なのでまあ、そっからどうなるかって感じですねだからまあパラライズ食らってる時はこうやって後ろから返すとかねやってあげるとまだましかもせえへんで、ね、危な自動返球ありがとうでもパラライズ食らっとったら多分自動返球も反応せえへんよねよいしょ今の中ち後ろの方やったからさ結構ラッキーやったけどいやこれ割とバイスでどうにかなりそうな感じはするただ相手あ手てあれやんねパラメーター上がってるから体力からしは結構まああの何て言うのラケットのラケット次第では結構枯らせると思うんで まあそこもどうなるかって感じですね。瞬間移動キャラクターで体力なくなった終わりみたいなとこあるんで。ちょパラライズ結構長めやったな、ね、今な。<laughs> どうなんやろな、まあ。結構微妙かもしれへん。うんまあ、極限ショット打てるからな。どうせ決まっちゃう説があるっていうのと、あとあれもあるからね。あのレフコスも出しちゃったらレフコスで特定することも可能なんで。いや、長いな、パラライズ結構やっぱり。 <laughs> まこの子もパラライズ向こうつけれるんやったらワンチャンあるかもしれへんけどまり割とコルネの方がまあ有利な感じはしますねまあ結構コルネ強いと思うんでいろんなギアとか試して遊んでいただけるといいんじゃないかなと思いますということでまた皆さんお会いしましょうバイバイあとあのちなみにあの使っとったラケットね SS 自動蓄積するラケットはこれリープルカードルこれあの赤王ラケットよりもねあの3倍ぐらい早く貯まるんで個人的にはこっちの方が好きなんやけどもしまあ SS 自動蓄積が重複されるんやったらこっちの方が強いかもしれへんからそこはちょっと確かめようかなと思ってるんやけどまあとりあえずまあこれ 使っていたっていうのとあとまああれですねあのー、なんてギミック出るやつねギミック出るやつはヘルパイレーツっていう名前で交換所にありますんでまあ、もし使われたら交換してくださいというわけでバイバイ